チャンネルサウスポーでですよササウウススポポーー誰でしょうサウスポーのすごいね選手がね、えー、なんとラスベガスであの夏川天心チャンピオンがあキックのチャンピオンですね、えー、キックのスーパーチャンピオンだったんだからやっぱり今でもチャンピオンって言いたくなりますよね、まあ、夏川選手,、えー、選手がラスベガスで、えー、ラスベガス合宿に行ってなんとすごいですよ、えー、この間まで世界チャンピオンだった。 全世界チャンンンピオオのアンデロ・レオ選手、えー、フルトン選手には、ね、負けてあ1敗になったんでしょうけどもこのアンジェロ・レオ選手元チャンピオンと元世界チャンピオンですよ <laughs> いきなりスパーリングやったって言うんですから下手すりゃ倒されますよ危ないですよと思うんだけども普通デビュー前の選手と全、えー、世界チャンピオンと。 スパーリングってこれあまりにも危険,危険すぎますよねもしデビュー前にこれ,これ壊されたらどうするんですかって普通だからやらないですよね定研事務さん側が那須川天心チャンピオンを見て育ててこれは絶対強いと思ったんでしょねだから全世界チャンピオンとやらせたといういくらあの練習の、ね、練習試合スパーリングといえども実力者が空いてれば絶対やらせません。 だって壊されたらどうするんですか。ましてデビュー戦前ですよ。ね、試合ができなくなったら大変ですよ。それをやらせるというのはいかにナスカ選手が強くなってるかっていうところですよね。だからまあもしかしたら世界ランカークラスの実力があるんで全世界ジャンプとスパリングさせたっていうことでしょうね。そしてナスカ選手がねこんなコメントを出してます、えー。周りの取り方が分かってきた。お 世界チャンンピオやはり勘がいいんですねキックボクシングで二2四44勝全勝かねそんな具合の負けたことないこの距離で殴り合って蹴,蹴り合って負けてないんだからすごいですよねそのやはり、えー、実力があって周りの取り方が分かってきたそれはすすすごいですね手応えがあったった言ってますよそしてスピードはどの選手よりもある自信があると。 確かにね那須川選手のスピードはすごいですよねパンパパパパパンパ,パーンっていうあの速さはボクシングには絶対必要ですよねでキックボクシングの選手も,もう相手が嫌だっていうぐらいのねもうパンチをパン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 打ってきますから速いしね強いし対戦相手もねいなくなるぐらいでしたでしょうからねそして自分はスピードだけに頼るんじゃなくスピードを使わないテクニックをもっとできるようにあスピードを使わないテクニックとはタイミングですかね タイミング避け避けない避けでパン避けながらトーンだからねそういうのを覚えていきたいとスピードだけのただスピードだけで打ち合うんじゃなしにテクニックを使いながらパンパンパンするトーンっていうタイミングですよね、えー、まあ例えばで言えばスーパーフライ級でね世界タイトルに挑戦した田中康正選手がスピード上がりましたよねパバババそれで勝ってきたんだけども井上チャンピオンがですね自分より速いよっていうぐらい田中 高瀬選手が速かったそれを井岡、えー、チャンピオンがねこうカウンター取りましたよねそういう意味ではスピードだけでは勝てないっていうことそれにテク,テクニックも覚えたいってそしてアンジェロ・レオ選手ねスパリングやった全 WBO 世界スーパーバンダムチャンピオンのアンジェロ・レオ選手どんな選手かちょっと見てみましょう。 おこれがアンジェロ・レオとフルトンの試合ですね、フルトンが世界タイトルを取った時の試合ですね、これ、これはフルトンに大差の判定負けをするんですけども、フルトンもコーナーに詰められるシーンが結構ありますね、いやい,い選手ですよ、アンジェロ・レオ確かにフルトンはやはりうまいですね、もうバンバン打ってくるアンジェロ・レオに対して、もうこうやって腕を抱えたりしね、えー、クリンチがうまいですね、まあ、テクニックは確かにね、えー、フルトンはありますよね、スピードテクニックは。 全世界チャンピオンとスパーリングできたんで互角のスパーだったんですかねこれ相当自信持って手応えがあったということはそしてちょっと別な情報もありますよああすごいですねこれ前回の合宿の時の情報ですけども去年の情報4階級制覇している井岡チャンピオンとやって大接戦引き分けか引き分けになった試合ですねジョシア・フランコともスパーリングをしてジョシア・フランコとラスカーチャンピオンですよまともにパンチをもらわなかった。 との情報を言ってます現世界チャンピオンじゃないですかそういえばまあ階級はしたんですけども現役の世界チャンピオンのジョシア・フランコス選手とスパーリングをしてまともにパンチをもらえなかったっていう防御のスキルもあるんですねこれは本田会長情報ですね定の本田会長情報ですえー、すごいですね1階級下で、えー、スピードもある。 2階級ぐらいしたかスピードもある、ね、フランコでしょうからそのパンチをもらわなかったっていうのはすごいですよ普段からはねまともにパンチをもらわないっていうことですよねそういうことを聞いてますからまあこれは、まあ、戦うためにはその打たせないっていうのは必要ですよねそういう意味ではこれやはり世界チャンピオンに、えー、どん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 近づ,近づいてるんでしょうね。 デビュー戦がこれ楽しみですね。もう今でさえねアンデルゼオレオとか、えー、ジョシュアフランコという現役チャンピオンとね、えー、スパーリングやっても五分の戦いをしているということは世界チャンピオンレベルになってきてるということですよね、えー。思ったより実力をつけてるとは思いますね。これ世界チャンピオンレベルにどんどん近づいているということですよね。まあキックやめてす,すぐボクシングに来て。 そ,そ,それからボクシングやったわけじゃないですからねもう中学生の1年ぐらいの時から定研ジムさんで練習をして実力をつけてますから相当強いですよ。中学1年ってこというのは13歳ぐらいでしょ10年ぐらいはボクシングを習ってるっていうことですからおそらく世界チャンピオンになってもおかしくない実力ですよねそしてね、えー、いくらキックのチャンピオンで言うといえどもボクシングというね初めてのスポーツでデビュー戦ですよ。それが世界チャンンピオンと えー、世界チャンピオン全世界チャンピオンとそしてジョシア・フランコという、ね、階級は下ですけれども現役チャンピオンとやらしますかスパリングを <laughs> 怪我したらこれデビュー戦できませんからねいや相当な実力があるということですよねそうでなければ自分側もスパリングなんかさせませんよ、まあ、わ私が言ってたね私とか畠山君が言ってたように世界クラ録クの、えー、2戦目で世界タイトルを取るっていうことも 穴勝ち無理じゃなかかったかもしれませんよ、ねまあこれはまあもうなくなってしまった話でしょうけどもまあ今回ね日本にとやって勝って日本タイトルやって日本チャンピオンが世界入ってればもうそのまま世界タイトルできますから3戦目ということもありえますけどねまあまあそうはいかない今そんな慌てることはないと定型さんがまあ思ってますよね。 じっくりと強さを日本の日本人に見せつけてそこから世界だっていう思いもあるかもしれませんね。あまあんてのことはないまだ若いしね。まあバンタムでやれば今ね井上チャンピオンが話したベルト、ね、4つのベルトありますからそれをねみ,みんなが争奪戦しようとしてますからその中に入ればああ2戦目3戦目で取れる可能性はありますよね。でもそれでもももそそれんな記録よりも 確実に世界チャンピオンにしようという定賢さんの思惑ですよね。まあその方がまあ天心ちゃんも天心ちゃん天心ちゃんじゃないか天心チャンピオンキックのチャンピオンもね、まあ、確実に世界チャンピオンになろうという道は歩めると思いますね。そして、えーまあ、定賢さんがね定賢事務さんがしっかりと育てて世界チャンピオンにしてそして何度も応援してその先にあるのは。 もしかしたらスーパーチャンピオンの井上チャンピオンといずれ戦うっていう可能性もありますよ。ないとは言えない。十五歳までにね井上チャンピオンが35歳になるまであと56年,年ありますからそれまでには天神チャンピオンも世界チャンピオンにな,るなってると思うんでもしかしたら本当にこのスーパーマッチ見れるかもしれませんよ。楽しみですね 天津チャンンピオンどんどん早く世界チャンピオンになって井上いいチャンピオンとやりましょうみたい。